2050年カーボンニュートラル社会の実現を目指して、政府が策定したグリーン成長戦略を踏まえ、さまざまな企業が CO2 を減らすための取り組みを始めています。その鍵を握るのが、温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野、再エネ電力による電化をはじめ、複数の手段による脱炭素化が考えられています。しかしながら、エネルギー消費量の約6割は熱需要で、産業分野では電化が難しい高温域の熱需要があったり、燃焼時に CO2 を排出しない水素やアンモニアが新エネルギーとして期待されていますが、例えば水素は都市ガスと比べて熱量が低く、既存のインフラやお客様先の設備をそのまま使えないので、約20兆円規模のインフラ改修が必要とも試算されていたり、さらに国土の狭い日本では、全ての電力を太陽光などの再生可能エネルギーだけで賄うことは現在の技術水準では難しく、自然災害の多い日本では一つのエネルギーに集中するのはリスクが高いなど、さまざまな問題が浮き彫りになっています。そこで、安全で安定した供給を低コストで環境に配慮しながら実現できる新たな都市ガスを作る技術への期待が高まっています。メタネーション、 CO2 をリサイクルして水素を組み合わせ、新たな都市ガスを作る技術です。 CO2 を回収し、再生可能エネルギー由来の水素と組み合わせることで、都市ガスの主成分である合成メタンを生成、既存のガス管をそのまま利用してご家庭や工場にお届けできます。本来であれば、大気中に排出される CO2 と同じ量の CO2 を回収し合成メタンを作るので、社会全体の CO2 は実質的に増加しません。そのため、化石燃料の代替として期待される水素やアンモニアと同様に注目されています。既存の都市ガスインフラや設備がそのまま活用できるので、社会コストを抑え、カーボンニュートラル社会へスムーズに移行できます。ガス業界では、この新たな都市ガスを2030年頃から徐々にお届けし、2050年には 90% に、他の手段と合わせてカーボンニュートラル化達成を目指しています。また、それまでのトランジション期においても、お客様先で使用するエネルギーの低炭素化、脱炭素化を徹底して進めるために、ガス業界はメタネーション以外にも様々な取り組みを用意しています。天然ガスが化石燃料の中で最も CO2 排出量が少ないことをご存知ですか？実は、石炭、石油から天然ガスに燃料を切り替えることで低炭素化が実現できます。また、排出される CO2 を森林保全等を行うことで相殺するカーボンニュートラル LNG の活用も始まっています。さらに、ガスコージェネレーションシステムを活用すれば、お客様先でガスから電気と熱を作ることができるため、電気に比べてエネルギー効率が高まり、省エネになるため CO2 削減ができます。また、必要に応じて発電停止ができるため、天候の影響を受けやすい再生可能エネルギーを保管することができます。都市ガスの導管は、そのほとんどが地中に設置されているため、台風や豪雨、自然災害の影響を受けにくく、供給停止することはほとんどありません。複数のエネルギーの選択肢を持つことで、レジリエンス性が高まります。カーボンニュートラルの取り組みが進んでいる EU でも、天然ガスは重要なエネルギーとして注目されています。地域に根ざした全国のガス事業者とともに、その取り組みをさらに発展させていくために、日本ガス協会はカーボンニュートラルチャレンジ2050を策定。エネルギーの安定供給を確保しながら、経済と環境の好循環を生み出し、2050年カーボンニュートラル社会へ。ガスで
サステナブルな未来を実現していきます。どうぞご期待ください。 GO! ガステナブル。